アーサー・デイビッド・ウェイリーは、イギリスの東洋学者。経済学者、デイビッド・フレデリック・シュロスの息子として、イングランド・ケント州タンブリッジ・ウェルズに生まれる。本名はアーサー・デイビッド・シュロス。聖歌は、ロスチャイルド家に連なる、ユダヤ人の名門。ラグビー校を経て1907年に、ケンブリッジ大学・キングズ・コレッジに入学。古典学を専攻し、1910年に、 優秀な成績で卒業するも、病気療養のため進学を断念。その後の1913年より、大英博物館に学芸員として勤務する。1914年、第一次世界大戦が勃発し、シュロスという名が、ドイツ系であることなどから警察により、スパイとの権威をかけられたことがあり、アーサーの提案により、母の旧姓である、英語的なウェイリーに改正した。 当時、古典日本語の辞書を含む資料等が入手困難な時代に日本語と古典中国語を独学で習得するなど語学の才能を大いに示した。さらに数々の翻訳を行った。特に1921年から1933年に6巻に分けて出版されたザ・テール・オブ・ゲンジの翻訳者として知られる。同書はタイムズ紙文芸付録で詳細な批評が 掲載されるなど多大な影響を及ぼし、日本文学研究及びその後の翻訳ブームの火付け役とされる。今でも、ザ・テール・オブ・ゲンジは英語圏で読まれており、ウェイリーは日本語古典及び中国語古典研究の権威とされている。天才型の鬼人であった。ラフカ・ディオ・ハーンを日本を理解していないと批判し、安倍中丸の和歌について、 漢文で書かれた後に和歌に翻訳された可能性を指摘するなど、東アジアの古典語に通じていたが、現代日本語は操れなかった。イギリスから叙勲された際に喜んだ形跡がなかったことから、名誉にも無頓着であったと思われる。なお、来日しなかったのは、日本に幻滅したくなかったからだとの憶測が語られているが、単に長旅が嫌いだったとの関係者の証言がある。 また、ウェイリーが訳した、老子道徳教の第四十七章には、遠い出ずして天下を知り、窓を伺わずして、テントを見るとの一節があり、自ら訳した、老子道徳教を実践したのかもしれない。墓所は、ロンドンのハイゲート墓地。アーサー・ウェイリー訳は、世界初の英語全訳であり、私的で美しい英語と言われ、出版されると、たちまち、ベストセラーとなった。 ここにあるのは、天才の作品、忘れられた文明がいずこでも追従を許さない、配列の美しさをもって蘇ってくる、日本の黄金時代の古典東洋最高の長編小説等々、タイムズ誌などで絶賛された。またその訳文は、感情の優雅さと、純粋な言葉の巧みさのどれだけが、紫式部のもので、どれだけ翻訳者のものかわからないと英文学としても、 高く評価された。現代作家でもここまで心情を描ける作家はいないと絶賛するなど、現在世界的に紫式部の評価が高いのは紹介したウェイリーの功績といえる。また同書に触発され、日本研究を志し体制したドナルド・キーインなどの日本学者も多い。さらに源氏物語を起点に、他のウェイリーの役所、ザノー、プレイズ・オブ・ジャパンを読み、 初めて脳に興味を持った人も多く、日本文化に対するその後の国際的評価の高まりを考えるに直接のみならず関節を含む影響は極めて大きい。なお、ザ・テール・オブ・ゲンジはその後、イタリア語、ドイツ語、フランス語などに二次翻訳された。現在でも在日外国人記者などが来日前に上司に進められる書とも言われ。 日本の歴史伝統を理解するための必読書とされる。ドナルド・キーンは、ウェイリー役のザ・テール・オブ・ゲンジを読み、ゲンジ物語がもたらした巧妙が忘れられぬ。ゲンジ物語の英訳は、米国人のサイデンステッカー役など4種類あるが、ウェイリーが最高とインタビューで答えている。その他、日本研究家、中国研究家、翻訳家、分断。 文化人らに多数影響を与えた。音楽の世界においては、ビートルズのメンバーだったジョージ・ハリスンのザインナーライトは、ウェーリー役、老子道徳教の一説から引用された、との指摘もある。また、他の音楽家においても、コンスタント・ランバートが、リハクの詩をもとに作曲し、マーチン・ダルビーが、ウェーリー役に基づいて、中国曲を作曲した。直接か、 間接的な影響かは不明ながら、コーネリアス・カーデューが、講師の死に曲付けを試みるなど、世代に関係なく様々な影響を西洋にもたらしたとされ、ウェーリー版、源氏物語を愛読した人物として、ユルスナール、レヴィストロース、エドワード・ゴーリー、バルチュスなどが知られている。ウェイリーの翻訳が、多数の西洋人の心をつかんだことから、比較文学の研究対象とされ、 源氏物語の原点とウェイリー役の過失、省略、表現などを比較考察した研究もある。また、様々なウェイリー自身の電気論考もある。戦後も日本からロンドンへ研究留学に来た国文学者や東洋学者とも交流があった。またウェイリーはブルームズベリーグループの一員で女性関係が複雑で、その生涯も興味の対象となっている。 特に人妻で、晩年結婚したアリスンと、謎めいた女ベリルとの三角関係は、ウェイリー没後に出された、アリスン・ウェイリー、ブルームズベリーの恋に詳しい。ザ・テール・オブ・ゲンジ以外にも19、1919年に、ジャパニーズ・ポイトリー・ザ・ウタ。1921年に、ザ・ノー・プレイズ・オブ・ジャパン。1928年に、ザ・ピロー・ブック・オブ・聖書・ナゴンタ・多数の英訳。 チャールズ・イタトル出版で、審判官広古典中国文学では、ザ・ブック・オブ・ソングズ、ザ・ウェイ・アンド・イッツ・パワー、ザ・アナレックス・オブ・コンフューシャス、モンキー、ザ・ポエトリー・アンド・キャリア・オブ・エル・アイポタ多数を、英訳出版した。以下が翻訳。ありがとうございます。